一応今日も頑張って走っていきたいと思います。今日は祝日で何の日なんですか？海の日ですか？ちょっと分かりませんが、月曜日の13時ちょっと過ぎですね。これからちょっとね、雨が今ちょうど止んだんで、これから走っていきたいと思います。ちょっと降ってるんですかね。今日はまあ祝日なんで小寺さんもねお休みやし、駐車場も使いたい方なんで、これからハードワーカーズカップが開催され何人か集まってくれると思います。今日はでも何人か言っても7組ですね、初級系の男子シングルスの、ハードワーカーズカップがこれから開催されようとしています。現在曇りなんですけどもね、だいぶちょっとジメジメした感じで超蒸し暑い感じですね。まあそんな中をこれから走っていくんですが、14時40分のレッスンはハードワーカーと、それから陸が今日は来てくれてるんで、まあ、その2人がやるんで、その間にね、ハードワーカーズカップの運営は、交代して私がやっていくことになるんですけども、まあ、今日はね、昨日の夜、今井がですね、まあ、ワックを、抜けるというような案内を出しました。で、8月28日をもってワックでの、テニスレッスンを、まあ、一応終了するということで、まあ、これから何すんねんということなんですけども、まだはっきりはちょっと決まってないんですけども、まあ、とにかく今は、だいぶ前からねやりたかったことがあるんですけども、まあ、なぜバッグを作ったのかということなんですよね。で、指導していけば当然うまい選手や強い選手できると思うんですよね。ただまあその先プロになるって言った時に、まあいろんな費用がかかってくるんですよね。じゃあその費用をどうやって集めていくかということを考えた時に、やっぱこうテニスクラブに通っていただいている方々の支援をですね仰げるようになれば、まあ、ジュニアもしくはプロも一生懸命頑張れるんじゃないかという思いでですね、まあ、ジュニアのために、子供たちのためにワールドアスリートクリエーションセンターなるものを作ったんですよね。で、やはりその施設もそうですけども、ジュニアたちを支えていくには、まあ、ゲストレッスンも当然必要になってくると。でもこれはテニスビジネスをしたいというわけじゃないんですよね。まあ、それであれば今みたいなレッスンスタイルにはならないんで、テニスビジネスしようと思ったら1面、まあ、10人とか12人、そして1人のコーチ、それでどれだけ集められるか、まあ、それによって、テニスクラブというのは成り立っているわけですから。でもあえて、まあ、最高のテニス環境を提供することで、いざ頑張る何かが、まあ、ジュニアとかプロが来た時にあんな呼びかけをして応援してもらうと、そういったことが可能になるんじゃないかという思いでワールドアスリートクリエーションセンターを作ったんですよね。だからただなんとなくテニスレッスンをしたくて、あんなどでかい760坪作らないです。
まあそんな感じで、まあ、とにかくその野球ですかね。多分この辺やと河南なんですかね。でまあこれまでねいろいろ、まあ、クラウドファンディングとか、まあ、イベントとか、まあ、まずはそのイベントやりながらもしくは最高のテニス環境を皆さんに提供しながらですね、まあ何かあった時にお願いすると。だからこれはもう3ギブ1テイクの世界をワックの中で作ってたはずなんですよね。それはだってもうありえないテニスレッスン環境ですから、少人数制につき、そしてまあスタッフを2人もつけて、でもうテニスだけやってもらうと。しかもこれまで抱えていたテニスレッスンの課題、待たされることが多い、ほっぱらかしの生徒さんがいらっしゃる、網の向こうでボレボレしといてください、でお客さん同士ラリーしたら危ない、続かない、でテニスレッスンの内容も、実績を作った前の平行人の、まあ、ちょっと特徴的な、あの説明をみんなできないから縦守りとか、実績がないから、まあ、これまで通常のレッスンしかできないんですよね。ありきたりなレッスンしかできないんですよ。ただこれはダブルスという競技ですね、育成強化して実績を作ったからこそできるレッスンなんですよね。でなおかつさっき言った少人数制で、まあ、ダブルスタッフによる、まあ、ダブルコーチングによる、そのメリットは当然もうゲスト同士お客さん同士がラリーをしないすることによってしないことによって、まあ、ラリーが続いて、まあ、危なくない。でまあ、その付加価値としてボールを拾わせないコート整備も我々でやる、とにかくテニスだけやりに来てもらうと、まあ、そういった環境をですね作って、いろんなギブをしておけば、まあ、いつか遠征行きますよとか、イベントやりますよと、まあ、例えばクラファンやりますよって言ったら、もうみんながですね協力してくれるような、まあ、そういう環境づくりを目指していたんですよね。まあ、それがとにかく、まあ、今回叶わないと。だからいくら努力しても全然なんていうの、引っかからないというか、あの素通りというか既読スルーというか、まあ、そんな環境ではいつまでたってもそのジュニアのサポートとか、そういったことができないと。だからできる環境を作るためにもう一度違う形でトライすると。でその手段の一つとして、まあ、子供用のファミリーサプリがあったり、電解水素水の販売であったり、まあ、そういったことを幅広くですね展開しながら利益をしっかり確保していく、まあ、そうすることで大会を主催したり、まあ、例えば今やったリズをしっかりサポートして遠征に連れてったり、まあ、そういったことが可能になるんですよね。で今やっぱりこう一つクラウドファンディングやるって言っても全く響かないし、ほとんどが
ハードワーカーズ軍団の方々なんですよね。ワックはもう本当一部のみです。だからそれでは思いが形に全くならないんですよ。じゃあどれだけもっとやらんとあかんねんってことになるんですよね。で今回クラファンやって分かったのが、意外と外部の方々の協力が多かったんですよね。普段会わない人が。ということは外にどんどん出てった方がいいということになるんですよね。うちにこもってテニスだけやってろと、そのテニスやっててもサービスをどれだけ提供しても思うような形にならないんであれば、外部の方が今井に対して興味があったり支援してくれたりするんであれば外に行った方がいいよなって、そういう思いになるのは僕は当たり前だと思うんですよね。だからまあ強制ではなく、前回ハイタッチで最後のお願いということで皆さんに情報発信して、で一応知らないとか聞いてなかったってならないように個別に、送らせてもらったと。まあそれでも結果蓋を開けたら、まあ納得いくもんではなかったと。まあこれはもう早々に、引き上げて、今51ですよね、今年52。まあ今はまあ60歳でも70歳でも元気なのかもしれないんですけども、今ガンガン動けるうちに早くですね、まあそういうしっかり、サポートできるだけのパワー、これはまあお金ですね、まあ、それをしっかりね、獲得して、まあ例えばフローラフィットネスオープンとか、まあお世話になった人の育てたジュニアのプロのサポートをできるように動いていきたいなというふうに思ってるわけですね。ですからまあ皆さんからしたら、まあ急な話で、びっくりするかもしれないんですけど、まあちょっとレッスンやってて思ったらやっぱ慣れると思うんですよね。今はびっくりしたかもしれないですけど、ちょっと時間が経てば慣れてくると思うんで、まあそれはそれとして、まあ、本当に協力的に、まあ、今井に対して何かを、まあ、今井に対して何とか何か勝手にどんどんしてくれっていうわけじゃなくて、ワックではもう3ギブ1テイクの精神でこれまで取り組んでるんで、3ギブは十分あったと思うんですよね。例えばハイタッチ、これもシステムお金かかってるんですよね。通常であればその分費用が高くなるはずなんですけども、まあ、それはしたらあかんと、いつか、何か応援してくれるやと気持ちで何も費用を上げずに、これまでもやっぱりいろいろありましたけども一切費用を上げずにやってきたと、まあ、そういったこともギブだと思うんですよね。でも最初のレッスンのスタイル自体がもう3ギブしてるんで、ですからまあ皆さんからしたら突然で無責任って言うかもしれないんですけども、私からしたら、いやもうテニスオンコートについては最高を提供してるのに、たった4500円のクラファンが皆さんに伝わらない、それがどれだけなんかこうなんて言うんでしょうかね、虚しいというか残念というかね、だからそういう気持ちがあるということは、まあこれを言い出したら議論になってしまうんで、議論するつもりは全くないんですよね。
えば、まあ、一番理想はですね、リズが今回遠征行きますと、まあそんなクラウドファンディングなんでまどろっこしいことせんでも行くんかと、そしたらまあ一人1万ぐらい出してくれて、まあワックのメンバーみんな、ハードワーカーズもみんな出してくれたら、それはもう100万とか集まるわけですから、それを毎月やってくれっていうわけじゃないんで、ね、まあ、半年に1回とか1年に1回ですから、まあ協力してもらうぐらいのことはこれまでしっかりやってきてると思いますので、オンコートにおいても、オンコート以外はね、ほぼもう会話することもなく、まあ不愛想な感じなんですけど、その分テニスコートに関してはもう抜くこともなくね、まあ、いろんな手法を使って本物のテニスを体感してもらうという努力をですね、とにかくしまくってたんで、メニューも毎月考えてだからそういった思いがあって、まあ、今回の8月28日の終了になってるんで、まあ、これはもう私自身は、まあ、きっぱり次のステージが必要やなと。でもそれも結果的に、まあ大会の主催とか、まあ、トップの、ね、選手の、まあ、それは儲かったら、まあ、そのアルカラスぐらい呼べるところまで持っていけたらすごいんですけども、なんかそれに近いような何かができたらいいなと。であとはもうお世話になってる、コーチの選手がスポンサー探してるんで、まあそういうスポンサーになったり、まあ実際ハードワーカーが育てた選手のスポンサーやったり、あとはそういう子供たちの生活環境の中で何かできることがあればやっていきたいな、まあ、そういう思いがですね、まあ、だんだん強くなってきてるわけですよ、ね、でも今のままではやっぱり1円も上げられない情けないね、それが。こんだけやってきたのに、それがね、やっぱりちょっと自分自身に納得いかないということなんですよね。拗ねてるわけじゃないんですけどね、ただやっぱりこれまで頑張ってきた分何か返ってきてないっていうのが自分にとってなんかこう納得いかない、まあ、そこが、一番強いですかね。今日のパースポットマウンテンは意外と天気悪い割にはしっかり見えてますね。まあ、だからできれば、まあ、これワックみたいな施設ってその辺にないので、まあ、せっかくのインドアで、テニスもしっかりできる環境があるんで、ね、まあ、引き続き継続して、まあ、どういうレッスンになるかはちょっとわからないんですが、また大西もいろいろ考えてですね、皆さんに案内すると思いますんで、まあ、継続してもらえたら嬉しいなと思いますね。でそういえば昨日エリスが、帰国してすぐワックに来てくれて、ちょうどいいわと、人手不足で足りないからレッスンちょっと2レッスンだけ入ってくれへんかなっていう相談したら引き受けてくれて、で久々に帰ってきてアルバイトやってくれました。エビスもなんかいろいろね、これから、向こうでまだ正式に決まってないんで言えないんですけども、
なるほどと、良かったなと思いました、うん、いい流れですよね。で、昨日やっぱ喋ってて思ったのは、エビス本人もワックでやってきたことがすごい生かされてると、まあ、そんな嬉しいことを言ってくれたんですよね。で、あの当時はもう厳しくて、チャリってなんていうんですかね、もう毎日がもう目まぐるしくというか、頑張るしかない気持ちでやってたんですけども、今になってやっぱりあの時こういうことをやっててよかったなっていう、それがすごい生きて、いろんなところにつながりができてると、だからまあそういうのをまあ海外でも作れたらいいなっていう話をまあちょっとしてました。いつも帰ってきた時はターザンみたいな感じでワイルドなんですけども、今回はちょっとねリクルーターみたいになんかさっぱりして小綺麗になって帰ってきてましたね。で、あのサプリの件も、まあ、どうしても海外に広げたいので、なんか一緒にできないかっていうね、まあワックの中ではまあ一番弟子みたいな、エビスとですね、近い将来、まあ、本当に近い将来、まあ、ビジネスをね一緒にやることになるかもしれないという話をね昨日ちょっとしまして、で今月の28日は、ちょっとね富士山企画があるんで休ませてほしいと、でエビスにお願いしまして、なんとエビスがメインコーチを務めます。これはもう楽しみな、まあでも一番弟子的に言ったら大西が一番弟子なんですよね。もう高校の時からのね、高校1年生から3年生までの教え子なんで、まあ、だから大西がね今回、まあ、その話をちょっと相談した時にちょっと考える時間くださいということで、まあ、2週間ほど頭の中で揉んでもらったんですけども、受け継がしてもらえないかという話をもらって、まあこの施設は本当に大変なんですよ。家賃もそうですし、電気代もそうですし、お金がかかるんですよね。だからそこが大変になるなと思うんですけども、まあ受け継いでやりたいと言ってくれたんで、まあ今またね新しく、まあ、こんなこともまた新しい T シャツ夏に向けて販売するんで、まあぜひこの収益が多分この施設の運営費になったりするんで、またイベントとか、ハドマカがやるクラウドファンディングとか、まあそういったところではですね、必ずやってもらいたいんですよね。その分まあ別に費用のその倍以上の、レッスンをですね提供すると思いますんで、まあそんな感じのね、機能を発表しましたんで、今日はまあちょっとこうなんて言うんでしょうか、ちょっとまあ気まずくはないんですけどね、まあ、どんな顔をしてレッスンしたらいいかわからないという、まあ、ゲストの方々のちょっと雰囲気が見受けられました。ハードワーカーズカップそろそろ始まりそうですね。ちょっとまあ集合して写真撮らないといけないので、ここからですねハードワーカーズカップの運営に頑張りたいと思います。それでは